おはようございます。2月1日木曜日の朝です。今朝は冷え込みもあまりなく、予報は15度を超えるという予報です。ちょっと体が、それを聞いただけでちょっと体が緩んだ気がします。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を観察してください。呼吸で体はどう動いていますか？一番大きく動いているのはどのあたりでしょう？頭を左右に傾けてください。では頭の動きをやめて、右を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。優しく優しく左肘を左の肩に近づけたり、ゆっくり戻ったり。股関節や背骨はどう動いているでしょう？この動きをしながら左の肩が後ろに引いていきます。それを左膝が追いかけてください。で、昨日はこれ膝を伸ばしながらやっていただきましたが、膝を曲げてやるのはいいんだけれども、膝を伸ばしていくとお尻や股関節に痛みが出るという方いらっしゃいました。そうしたら、そのどのくらいまで膝を伸ばしたら痛みが出るんでしょうというように、ご自分の体を、完成形をいつも求めずにですね、それをやろうとした時にどのくらいまでなら楽にできるかなというふうに探りながらやっていただくといいんじゃないかと思います。まあ、もちろん私の動きはお手本ではないので、私も探り探り動いています。皆さんと同じです。で、今日はこの動きに加えて、右足が足先の方に伸びていってください。そしてゆっくりと戻ります。で、戻ったら最初の体勢まで戻って力を抜いてください。ゆっくりやってくださいね。左膝が左肩を追いかける、肩は後ろに逃げていく、左膝は伸びていく、右足も足元の方に伸びていく。で、みんなが同時に元の位置に戻ってきます。そして休みます。楽に楽に。この左足を持ち上げるのが痛いという方は、この左足の曲げる角度を、伸ばしきらない角度でやってみてください。でも右足は伸びていく。
右足伸びていくのは大丈夫ですか？右足を伸びていく方向もどの方向が楽でしょう。で、戻ってくるときですね。戻ってくるとき、ゆっくりみんなが同時に戻ってきてください。どうですか？呼吸は止まっていませんか？ふわっと開いていく感じ。そしてゆっくり閉じていきます。楽に楽に。どこか一箇所がすごく頑張っていると感じたら、そこがあまり頑張らないでいいように、他のところが助けることはできそうですか？頭も一緒に転がしながらこの動きをやってみてください。では仰向けになって休んでください。右側と左側を比べてください。柔らかく床についているのはどちら側でしょうか？足の長さを比べてください。呼吸をしている時の胸の動き、右側と左側、どちらが大きく動いていますか？では反対側、左を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。優しく優しく右膝が右肩、何回かゆっくりやってみてくださいね。右膝が右肩、この時できるだけ股関節に負担をかけないやり方はないかなと探ってください。で、徐々に徐々に右肩を後ろに引きながら、そして膝を伸ばしながらやってください。これも楽な範囲、ご自分にとって楽な範囲を探しながら、体中にセンサーを感じて、どこかが頑張っているのか、どこかが痛みを我慢しているのか、そういうことがないかどうか、ゆったりと心地よく動けていますか？この動きに加えて、左足を足先の壁の方向に向かって伸ばしていってください。一回一回力を抜くまで、最初の位置まで戻ってください。頭は一緒に動いていますか？左足が足元の壁の方に伸びたところでストップしてください。そしてゆっ
ったりと頭を左右に傾けてください。楽に楽に、首がぐっと固まらないように楽に楽に頭を転がしてください。そして一緒に頭、右足、左足がゆっくり同時に元の位置に戻ってください。そしてゆったりと呼吸をしてください。はい、また右膝が右肩を追いかけて膝が伸びていくときに左足も足先の方に伸びていってゆったりと戻ります。この動きが全ての動きが一緒になって動いてくることに慣れてきたらちょっと速くしてみましょう。ヒュッヒュッ、軽く速く、軽く速く。一緒に動き出して、一緒に動く。ふわっ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 。はい、では仰向けになって休んでください。呼吸を楽にして体を床に預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて体と床との関係は優しい関係になったでしょうか。呼吸をしているときに体のどこが大きく動いていますか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。足を持ち上げたり足を伸ばしたりするときに痛みが出る方はご自分のペースでお願いします。で、最後早くやりましたけれども、早くやるときは動きはラフでいいので、このふわっふわっという風に早くやってみてください。そうすると全身が動き出しますね。ぜひやってみてください。では2月1日、2月を元気に始めていきましょう。いってらっしゃい。